ありがとうみんな、コメントやギフトありがとうございます。キラキラもありがとう、たくさん、あ、ほらありがとうございます。おはよう、おはようございます。おはようございます。皆様4日目ですね4日目でございます。すいませんありがとうギフト、みんなありがとう、朝早くからありがとうございます、嬉しい、ありがとうありがとう、嬉しい。ちょっと待ってね、おはようございます、おはようファイト、寝ぼけて充電できんかったそうだよね、眠いよね、ありがとうみんなみんな眠い中リオのためにありがとうございます、来てくださってありがとう。しげんさんありがとうございます、カマラリオです、ぜひフォローしてください。今ショールームイベント中なんですけど、本気で1位を目指しているので、ぜひもしよかったらキラキラ星や無料小ゴールドを投げてくれたら嬉しいです、よろしくお願いします。皆様4日目になりましたが今現在2位です。2位、今日も一日みんなで団結し合いましょうね、団結して1位目指しましょう、うんありがとうみんな、かわいいクッキーとかも嬉しい、ありがとうございます。ちょっとまずはまだ脳が働いていないので脳が働いていないので、脳を働かせるためにも朝ごはんを食べます。一緒に朝ごはん食べましょう。今日は6時だからまあまあ良きな時間だと思います。昨日は5時半から朝ごはん、はい、それでは朝ごはんを食べます。そうメニューはねもう昨日とほぼ一緒なんですけど、そう今日は何か作らないの？うん作る、作る感じではないです、違うことをするので、プロフィール欄にその枠ですることを書いてるので見てみてください。そう前髪うさちゃんで止めてるのちょっとこれだとさうさちゃんのお尻しか見えてない、かわいいうさちゃん、うさちゃん100キラ送りました、ありがとうありがとうね、みんな投げてくれて、あ、初見さんありがとうございます。岡村龍です。ぜひフォローしてください。今、ショールームイベント中で本気で1位を目指しているので、もしよかったら、キラキラ星や無料小ゴールド余ってたら投げてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。そう、自爆までにね、私服に着替えます。これはね、これは、
パジャマなので、パジャマつん。それでは朝ごはんを食べます。まずはこちら毎日食べる納豆ちゃんです納豆ちゃん、納豆今日も食べます。毎日食べるのでそしてじゃじゃん、ハニーヨーグルト。昨日はアロエヨーグルトだったんですけど、今日はハニーにしました今日は蜂蜜、これねめっちゃトロトロトロリトローリしてるんですよ。そうトローリしてる。そう納豆美味しいよね。クッキー送った、ありがとう、嬉しい、ラブツン。そうハニー、基本的にヨーグルトかゼリーを食べるんですよ。そう納豆プラスヨーグルトかゼリーなんですけど、ヨーグルトの場合はハニーかアロエか、たまになんかリンゴとかもあるけど多いかも、ハニーとアロエが。それではヨーグルトを食べます。腸活、確かにめっちゃ腸活ですねこれはね。そう朝は絶対この2つは食べて、でたまにバナナがあったらバナナをもう食べたり、あともしリンゴがあったら剥いてもらったりする。昨日のにぎりはどうなったの？昨日のにぎりはね、家族みんなで食べましたよ。で鮭をねパーナが食べたんですよ。美味しいって言ってましたよ。なんかパーナはその硬い方が好きらしくて、おにぎりはだからちょうどよかったよってそうリオがカチカチじゃなかったって聞いたら、ちょうどよかったよみたいな絶対さカチカチだったよねそう、でも人生2回目にしてはなかなかまあまあできたんじゃないかなと思います。そう残りのたらこと昆布はリオが2つ食べました。さあそれではこちら納豆をご覧ください納豆をご覧ください。納豆をこちら食べていきたいと思います。混ぜます、混ぜ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 、どう？混ぜ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 、目が回る？そんなに？混ぜ混ぜ何回混ぜるか決めてる？前までは100回混ぜてたんですけど、ちょっと混ぜすぎたらちょっと嫌なのでそう、あ最近あんま混ぜない、からし入れない、入れない、からし苦手、あんま食べたことがない。それでは納豆いただきます。納豆どう？このいただきます。
美味しかった。納豆。リオは納豆こう一気にこの容器から口を外さずに一気に食べます。納豆だけなの？お豆腐にかけるのも良き。ああ、なんかさ、リオさん、あの前はね、お豆腐もお豆腐を食べてたんですよ。そう、なんか、あ、前はお豆腐と納豆とヨーグルトみたいな食べてて、でもあのあれかなと思って納豆とヨーグルトにしました。そうなの、おいしい納豆、納豆おいしい納豆。でもね、リオね、納豆ご飯みたいなさあんま食べたことないんだよね。卵かけご飯もさ、え、リオ、この間卵かけご飯を人生初めて食べたんですよ。そう、多分お店でなんか食べて美味しかった納豆ご飯、あ、でも給食の時になんか食べてきような気がする。納豆ご飯をこう給食で納豆が出てくるんですけど、ご飯は毎日ついてて、あ、木曜日はパンだったんですけど、木曜日以外は毎日ご飯だったから、給食の時に納豆とご飯を一緒に食べてた気がする。ほら、ありがとう、ハートフルクッキー投げた、ありがとう、嬉しい、ラブツー、ハートハート、かわいいよね、このバレンタインのギフト、かわいい。それではヨーグルトも食したいと思います。ヨーグルトを食します。給食で出るのか珍しいかな。え、珍しいですか。え、みんなのさ給食で出なかった、納豆。納豆卵かけご飯で育ちました。食べたことないや、納豆卵かけご飯食べてみたいな。それではこちらハニーヨーグルトいただきます。いただきます。ね、みんなさご飯食べてる？一緒に一緒にご飯食べてますか。うん、おいしい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 ね、おいしいね。お兄ちゃんこれいる？兄ちゃんこれ、リオの大事なヨーグルトだけど、いる？いる？いる？でも、リオちゃんの大事なヨーグルトだからどうしようかな。どうしようかな。よしよししてくれたらあげてもいいよ、一口だけ。なんか急に始まったって。じゃあ食べるね。おいしいよ、おいしい、おいしい。お兄ちゃん何食べてるの？お
兄ちゃん、兄ちゃん何してるの？兄ちゃん何してるの？お姉ちゃん、お姉ちゃんも何してるの？お姉ちゃんリオと遊んでよ。お姉ちゃんリオと遊んでよ。しょうがないな。あー、あげないよ。あげないもん。リオちゃんこのヨーグルト好きなんだよね。おいしいんだよ。お兄ちゃんとお姉ちゃんも食べてみて。うん。おいしい。いや、お兄ちゃんずるい。お兄ちゃん2個も食べてる。お兄ちゃん2個も食べてる。リオ1個しか食べてないのに。ずるいよお兄ちゃん。寮にも分けてよ、半分こ。寮にも半分こ分けてよ。うん。分けてよ。うん。お姉ちゃん、朝ごはん食べてないの？お兄ちゃん食べなきゃ元気出ないよ。今日テストって言ってたやん。お姉ちゃん食べないと頭働かないよ。お姉ちゃん見てる？どこどこ？またまた誰かいたずらしたな。いたずらしたな。いたずらしたな。リオちゃんの鼻につけたね。いたずらしたな。どの子だ？どの子だ？ハニーヨーグルトだからお兄ちゃんってプーさんですか？面白い。プーさんバレた？そうなんよ。リオのお兄ちゃんプーさんやけん。プーさん、リオのお兄ちゃんプーさんなんよね。あ、でもね、お兄ちゃんいっぱいおるんよ。リオお兄ちゃんいっぱいおるんよね。ジャイアンもお兄ちゃんやけんね。そうなんよ、お兄ちゃんいっぱいおるんよ、リオ。そういっぱいいるの、お兄ちゃん。お兄ちゃんもう6時20分じゃん。お兄ちゃん今日早く行くって言ってなかった？行かなきゃ間に合わないよお兄ちゃん。お兄ちゃん、兄ちゃん急がなきゃ。急いで急いで、もう6時20分だよ。お兄ちゃん急いで。おいちいねー、おいちいねー、お姉ちゃん。お兄ちゃんは早く学校に行かなきゃ間に合わないよ。間に合わないよ。お兄ちゃん今日は家から出たくないってよ。
ダメだよお兄ちゃん、今日学校朝早くに行くって言ってたじゃんか。お兄ちゃん、あ、ホロありがとう。お兄ちゃん早く行かなきゃ間に合わないよ。なんかあの子が待ってるって言ってたじゃんか。なんか最近なんか気になってるみたいな気になってるって言ってたじゃん。なんか好きな子いるって言ってたじゃんか。リオちゃんのことを放っておいて、好きな子いるって言ってたじゃん。今日そのこと氷をにするって言ってたじゃん。お兄ちゃん、お兄ちゃんずる休みするって言ってた。いけないよずる休みは。ダメだよ、ちゃんと学校行かないと。その子も待ってると思うからその子も待ってるから。で、二人でやってもさ、氷をにすまんないからさ、リオも一緒に行こうか。でも一緒に学校行ってさ、3人で交流にする？3 人で交流にするよね。だからリオちゃんがね、お兄ちゃんを連れてってあげるからね、学校まで。ご視聴者までしたご視聴者までした。なんかさ、さっきさ待って、さっきさ広島子バゼリちゃんからさ、タワーが来てさ、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。数えるね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ひらちゃまかんぱずりさん、キャンディータワーありがとう。ひらちゃまかんぱずりさん、キャンディータワー、キャンディー、キャンディー、かわいい、キャンディー、かわいいね、キャンディー、嬉しい、ありがとう、広島コーパスリーさん、嬉しい。あ、チョコポップっていうの、かわいい、ありがとう、広島コーパスリーさん嬉しい。ごめんね、ちょっとヨーグルトを食べていて気づきませんでした。広島コーパスリさん、キャンディータワーありがとう。ゆうちゃん嬉しいありがとうよ、広島コーパスリさん嬉しい。ありがとう、嬉しいです、ありがとうございます。そういえば納豆を鼻につけないね納豆を鼻につけたらちょっと匂いがねちょっとやばいですね、ブーンってくるのねと一日多分匂いが取れなくて、一日ずっとさ納豆の匂いがさ嗅いでしまうことになるの納豆はさすがに鼻につけれませんねはい、というわけでまずは今日のタイムテーブルを説明したいと思います。こちら今日のタイムテーブル、じゃじゃん、1枠目この枠が6時45分までとなってます。で、2枠目が
7時15分から8時までとなってます。この2枠目では癒し目覚ましカラオケをします。昨日に引き続きカラオケをします。あと意気込みも言いたいと思います。あ、初見さんありがとうございます。カメラリオです。ぜひフォローしてください。今ショールームイベント中なので、もしよければキラキラ星や無料ショーゴールド投げてくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そして夜の部が3枠目が18時半から19時の30分間やります。こちらはリオ先生をしたいと思います。はい、企画リオ先生登場します。久しぶりに生徒のみんなに会いに行きますで、4枠目が20時から21時の1時間。この4枠目はバブリオ、久しぶりのバブリオでーすこれは懐かしい、めちゃめちゃバブリオをしたいと思います。バブバブみたいなそう、そしてバブリオでカラオケをしたいと思います。カラオケもするのでよろしくお願いします。今日って火曜日なのでは？そうじゃん、月曜日って書いてる。リオありがとう、火曜日だった。ありがとう、推しのりゅうちゃんのためにキラキラぶん投げるぞ。ありがとう、嬉しい、ありがとうね。そう、久しぶりの企画です。盛りだくさんだよ盛りだくさん。じゃあこちら今日のタイムテーブルになりますよろしくお願いしますよろしくお願いします。はい、それでは今30分か、それではちょっと説明をしたいと思います。今こちら ST48 写真集制作権争奪イベントに参加しています。こちらのイベントは最終的に1名がセルフプロデュースのソロ写真集制作ができます。でランキング1位2位3位の人が最終審査に進めて、最終審査で選ばれた1名がソロ写真集を出すことができます。なんですけど、リオは3位以内目標じゃなくて1位になって絶対に写真集を出したいので、皆さん応援よろしくお願いします。でこのイベントの期間は2月9日金曜日の19時59分までとなっています。今日が4日目で折り返し地点なんですけど、皆さん今日も団結して1位取りましょう。最後まで応援よろしくお願いします。でリオは15歳でね、学生なので21時までしか配信ができないんですよね。そうだから大人メンバーに比べたらこう不利なんですけど、その中でも全力で頑張りますそう、2月9日の最終日だけは19時59分までなので時間が同じなんですけど、それ以外は全て時間がバラバラというか、そのリオは21時までしかできないので、年齢で決まってるんです。でも絶対に負けないので、リオツンルームのみんなと絶対に1位を取ります。主権さんありがとうございます。カメラリオです。今ショールームイベントやってるんですけど、もしよければキラキラ星100個と、もし余っていたら無料ショーゴールド投げてくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。今週夜勤だから夜配信は見れないかな。夜勤なの？朝見に来て。そう、平日だからね、朝も絶対にするから。
見に来てね。ありがとう。はい、そしてもちろんあの有料ギフトでの応援もすごく大きなポイントになって、有料ギフトが一番ランキングに影響するんですけど、あの誰でもできる無料ギフトでの無料での応援もできます。それがデイリーミッションっていうんですけど、1日に2回昼と夜でこう時間が切り替わります。で昼が深夜の3時から14時59分まで、夜が15時から26時59分までで、この昼と夜でこの時間に切り替わります。で1日2回あのミッション達成したら無料でキラキラ星と無料でショーゴールドが手に入れることができますできるんです。でそのあの昼だけで70ショーゴールドとキラキラ星500個もらえます。夜だけでも70ショーゴールドキラキラ星500個もらえるので、1日で合計140ショーゴールドと、でもキラキラ星はマックス500までしか貯めれないんですけど、であのそこでキラキラ星500個もらえるんですけど、リオに投げれるのはなんと100個までなんですよ。そう、この昼につきだから、昼と夜合わせたら200個しか投げれなくて、リオには。そうだからね、500個ねもらえても全てリオに投げれなくて、100個しかね、500個中100個しか投げれないんですけど、あのぜひ投げてくれたら嬉しいです。残りの400個はあの別の子に投げてください。あの研究生ではなく、正規生のメンバーさんに投げてくれたら嬉しいですはい、そう今はね戦いなので、正規生のメンバーさんに投げてくれたら嬉しいです。そうキラキラ星や無料ショーゴールドもこのイベントの大きなポイントになります。一人でも多くの人にキラキラ星を投げてもらうことがすごく大きな力になるので、ぜひ皆さんご協力をよろしくお願いします。え、レオタン一択様、わーくー、え、クマスキタワー、ありがとう。レオタン、ありがとう。レオタン嬉しい、ありがとう。レオタン、クマスキタワー、ありがとう。ありがとう、レオタン、ありがとうね、嬉しいよ、ありがとう。ありがとうね、皆さんギフトやコメントもありがとうございます。ありがとう。今日から春休みなので見てます。春休み早くない？早いね。ありがとう、見てくれて、ありがとう。頑張ろうね、大好き。ありがとう、大好き嬉しい、ありがとうございます。なのでキラキラは500個のうち、あの100個を1日2回リオに投げてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは意気込みを話したいと思います。とまずこのイベントに参加したのが、このそのショールームイベント自体に参加したのが一昨年以上ぶり
1年以上ぶりで、前回出たのが一昨年の12月に参加したんですけど、そこから今までずっと参加してきませんでした。でも毎回毎回すごく悩んで考えて、こうなんていうのら、今その自分に必要なこと、今自分が頑張らないといけないことをリオはこう最優先に考えて、今じゃないとダメなものを最優先に考えて、こう考えてるんですけど、そう考えてで悩んだ結果、こう今まで参加してきませんでした。で今回あのこのショールームイベント、写真集のイベントがあるって聞いて、でこのショールームイベントはもうこの先あのこんなチャンスないと思うんですよね。その今のこの岡村リオを写真集として出せるチャンスって、この今のこのショールームイベントしかないチャンスで、もうこの先ないと思うんですよね。でこの写真集は今じゃないと意味がないとリオは思っていて、この今の中学生のこの学生の思春期反抗期な岡村リオを写真集として残さないと意味がないと思っています。なのでこのもしこの先もし奇跡が起きて選抜メンバーさんに入って、こう人気メンバーになって、もしでもし奇跡が起きて、もし写真集が出せたとしたら、もうその時は多分大人の岡村リオになっていると思います多分、はい、おそらく。なので反抗期も終わってるし、多分大人な感じのリオツンになってると思います。でもこの今のこの中学生で成長途中な岡村リオを写真集として形に残せるのは今しかない一度きりのチャンスです。なので絶対にこのチャンスを絶対に掴んで、皆さんと一緒に写真集を出したいです。本当にこんなチャンスもこの先ないと思うので、皆さんぜひリオに力を貸してくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。でランキング3位以内が最終審査に進めるんですけど、絶対に1位になって自信を持って最終審査に進んで、絶対に写真集を出したいので、皆さんぜひ応援してくれたら嬉しいです。そしてあとはこのイベントを通して、もっと岡村リオの存在をたくさんの方に知ってもらえたらなと思います。今年は絶対に選抜に入って、将来の夢がセンターなんですけど、その夢のセンターに少しでも近づけるような年にしたいと思います。でもその選抜に入るためにも、このオカリオシチームも大きくしていきたいし、このリオツンチームを大きくしていって、一人でもオカリオシの人を増やして、こうチームをね大きくしていきたいので、そのためにもこのイベントを通して一人でも多くの方に岡村リオを知ってもらえるきっかけになればいいなと思います。なので絶対に1位になりたいので、皆さん最終日まで、最後の最後までリオを信じてついてきてください。よろしくお願いします。あ、40分だ。それではみんなで1位取るぞ王をやりますいきます。みんなで1位取るぞ。ありがとうございます。ありがとう皆さん、ありがとうございます。ありがとう、ついていきます。ありがとう。それでは45分にこの枠は終わるので、壇上をまずは読みたいと思います。13位タジテテヤさん、ありがとうございます。12位ノノノンガさん、ありがとうございます。11位シャガーラピーさん、ありがとうございます。10位あやさん、ありがとうございます。9
9位ホリちゃんさん、ありがとうございます。8位まゆ神吉デイブさん、ありがとうございます。7位リオヤマコさん、ありがとうございます。6位ズキチさん、ありがとうございます。5位リオシーさん、ありがとうございます。4位マサタカさん、ありがとうございます。3位アソジさん、ありがとうございます。2位レオタンさん、ありがとうございます。そして1位はドゥルドゥルドゥルルルパン、広島港パセリさん、ありがとうございます。イエーイ。ありがとうございます。皆さんギフトやコメントキラキラ星など本当に応援ありがとうございます。次は2枠目7時15分から始まるんですけど、ここで時間を数分調整したいので7時16分頃に入ろうと思います。なので待っていてください。次の枠は8時までなので皆さんまた見に来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。着替えていきたいと思います着替えて準備してきます。それでは皆様4日目もよろしくお願いします。リオと一緒に団結して1位を取りましょう。リオツンルームなら絶対にいけますリオツンルームの団結力はもう他のルームにかなわないぐらい本当にすごいのでお互いを信じて駆け抜けていきましょう。4日目折り返し地点なので踏ん張り時だけど一緒に頑張りましょう。それではまた次7時16分頃に会いましょう。また見に来てくれたら嬉しいですありがとうございました。1枠目ありがとうございます。朝から来てくださってありがとうございます。嬉しいです。ありがとう。あと2分あったありがとうございます。皆さんありがとう。4日目も1位取ろうね。取りましょう、取りましょうねまた後でね、後でねー次は癒し目覚ましカラオケなので癒し目覚ましカラオケ聞きに来てください。あとどなたか、皆さんどなたかハッシュタグリオとツンツンをつけて、あとハッシュタグオカメラリオもつけていただいて、リオがね、たまにタワーをね見逃しちゃったりする時があるので、もしどなたかよろしかったら、よろしかったらもしどなたかタワーだ、誰が何を投げてくださったかをこう教えてくださったら嬉しいです。 X でよろしくお願いします。そうビスの時もね何人か教えてくださってた方がいたんですけど、今回も教えてくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。あ、それでは切ります。次は7時16分頃から癒し目覚ましカラオケ聞きに来てください。それでは